江戸川学園取出中学校、高等学校は、茨城県取出市西一丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、市立中学校、高等学校。高等学校では、中学校から内部進学した生徒と高等学校から外部進学した生徒の間では、普通科コースでは、第3学年から、以科コースと、東大コースは、第1学年から、混合して、 クラスを編成する併設混合型中高一貫校。1978年、起立ある進む学校として、学校法人江戸川学園により創立。高校で、イカコース、東大コースを設けるなど、志望校別を取り入れており、周囲を目指すことのできる、真に、心豊かなリーダーの育成を目指している。また、独自の道徳教育を実践しており、 新力を養うため、学習指導要領に基づきながら、教師の講話を通した授業が行われている。江戸川学園取りで中学校、高等学校という名前だが、利根川の真横にある。進学実績は、茨城県内では、上位1.2位を争う進学校でもある。高等部一組二組は、医学部医学科を目指す生徒を集めた、医科コースであり、一年次より編成される。 大学入試センター試験における理科3科目に対応した授業など医学部合格者を増やす努力をしている。3年間、少人数クラスの持ち上がりである。2014年4月には、江戸川学園取りで小学校が開校し、茨城県発の小中高一貫校となった。学校法人に江戸川学園が設置する大学に、江戸川大学があるが、 江戸川学園取りで高等学校から学内推薦枠を希望する生徒はいない。また学校としても他大学の受験を奨励する傾向がある。なお、姉妹校に江戸川女子中学校、高等学校がある。開校以来、規律ある、進む学校を目指しており、規律面に関しては、校則や服装の規定が他校と比較して厳格である。また、 同校は戦術した実践5項目の中の一つに、あるように挨拶が励行されている。そのため、生徒と教師の間では、頻繁に挨拶が交わされている。教室に、講師の教えを掲示するなど、極めて受教的な教育を行っている。また、社会との関わりや、学校という集団生活を通して、生徒たちが主体性を発揮し、 人間性の投矢に努めさせ、人間としての生き方の自覚を深めさせていく、といったことを目標としており、現在の道徳の授業では、人格の完成を目指し、ベテランの教員が、福祉社会について、公共心、公徳心を養うために、などの講話を行っている。70分を1回として、中1は、年間17回、中2中3は、年間25回、 高一の高い理性は8回実施する。また、道徳授業を引き継ぐ形で、LHR 及び合同 HR を行う。教師の講話にあたり、テーマを生徒たちに周知させ、じっくり考えさせたり、家庭で話し合いをさせたり、資料を調べさせたりして、道徳の授業への参加意識を高めさせる。授業形態は、講話30分、話し合いと意見発表30分、 まとめ5分を基本とし、生徒たちにじっくりと考えさせる。道徳のノートへ記録させ、授業の要点を整理し、自分の考えや感想を書き、木曜日に提出する。毎回ノート1ページ分の感想文を書いた上で、提出する。将来の自己実現に向けての大切な記録とする。担任の先生は、個々の個性を尊重し、できるだけ、 生徒の良い手前向きな点を評価し、適切なコメントを書いて返却する。道徳授業とは別に、全学年の各クラスで実施される、ロングホームルームでは各クラスの担任によってこれが行われる。感想文を1ページ分描いた上で提出する点は、同様。なお、かつて、高橋鍵いよいよが校長の職にあった頃は、 中等部一年生及び高等部一年生の一部に対して彼自身による講話という道徳の授業が行われていた。生徒はこれを即記し、ノートに清書した上で感想を書き記して提出するというシステムをとっており、ノートに感想文を書くという点は現在も引き継がれている。履修時間の不足という問題に対応する必要が生じたことから、 授業方針が変更されている。現在では、LHR を1単位、総合的な学習の時間を2単位とし、履修単位の不足を補っている。基本的にすべて45分授業である。また土曜は、1、2時間目、3、4時間目は連続授業である。休み時間は10分ある。講義一辺等の授業ではなく、双方向授業を取り入れ、 思考力や応用力を培う。1993年から普通コースに加えて以下コースが設置されている。高2から文系、理系に分かれ、高3で志望大学別のクラス編成となる。以下コースでは理科3科目履修を必須としてカリキュラムを組んでいる。2016年度から以下ジュニアコース、東大ジュニアコース、 南関大ジュニアコースの3コース制となった。中3時から国数英はほぼ高等学校の学習指導要領に入る。水曜日や文化祭を活用して著名人、著名団体の講演会、コンサート、演劇などが行われる。生徒の保護者ならばそれを無料で見ることができる。講演を行った著名人自然科学胸などの 比較的新しくできた施設は清潔であり、利用に支障ないが、体育館に設置されている、トイレなどは非衛生的であり、悪臭が漂っていて、生徒が苦情を言うことも少なくない。陶芸教室が置かれていた1号棟及び2号棟の南側に設置し、陶芸教室は先に別の場所に移動された。2020年度の大学合格情報は以下。 2021年度の大学合格情報は以下。野球部は設立から3年目の1980年に全国高等学校野球選手権大会に出場している。また、アメリカンフットボール部が茨城県の高校では唯一関東高校アメリカンフットボール連盟に加盟している。また、チアリーダー部は2015年の国際大会で優勝した。 文化系の部活では、ディベート部が、全国中学、高校ディベート選手権に、例年参加しており、第1回大会の優勝校でもある。ディベート部は一時期部員がいない時期があったが、復活している。ありがとうございます。